よし、お疲れ様です。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんかライブを撮りに来たらちょっと餃子パーティーに呼ばれまして、ちょっといろいろ餃子パーティーいろいろ話聞ければ、ちょっとなんか世界の絵になってますけど、タイトルと餃子パーティー異世界ですね。いいじゃないですか。で、先日あのラジオのまあ YouTube にもやってますけど、イケメンなもんで喋りましょうです。ああ、そうですね、はい、お世話です。僕ら呼んでいただいて、日体編 で、 ちょっと自己紹介お願いします。はい、スパーキーシャドウの赤色担当、宮城つくしです。赤色担当、はい。体すずです。よろしくお願いします。何体すずさん、分かりづらいんだよ、前さっきから。私は怖いです、私が。リーダー、体すずです。よろしくお願いします。お願いします。もう一人、シラセリブタイル、はい、黄色色のね、ミクチャっていうのでずっと1位からね、はい、そのイベントで1位を独走して、ジッパーっていう雑誌の、はい、なんか専属モデルになれるんだね、1位から。で、それを応援来たんですけど、はい、で、それちょっと今多分準備前で8時、あと30分後にね、はい、そうなんです。その前にちょっと餃子いいですか。そう、あ、いいです。ここのおじさんと、はい、よろしいでしょうか。手を合わせてください。合わせました、はい、いただきます。いただきます。いただきます。いいな、いいな、明るい、元気。あ、女の子の声っていいですね。そうだ、この声っていいですね。急に来た。アイドルで食べる餃子の声、ちょっと思い出になるのかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でも、いろんな女の方と一緒にやっぱご飯は食べられてます。それ悪なる。ああ、口、はい、アイドルになったきっかけとかって何？アイドルになったきっかけは、お友達とカラオケに行った時に、うん、中学2年生ですね、うん、当時は、うん、の時に下手だよねって言われたんですよ。それがすっごい悔しくて、うん、見返してやると思って音楽の世界に入ったんですけど、うん、で、事務所が結構ここでいろいろあったんですよ。当時、まあ、14歳の時に、うん、入ろうと思ったそのきっかけの話なんですけど、うん、社長さんに3000人規模のイベントがあるから、うん、デビューでそこ立たせてあげるから、うちにおいでみたいな感じで言われて、うん、その事務所に入ったんですけど、気な臭いにおいしてたの。これね、これ、これ話、ちょっと左行かせる話ですね。餃子コンビって何ですか。あ、すごい、ちょっと激アツな話じゃん。デビューでこう行かせていただいたんですけど、うん、初め3000人って言ってたのに、うん、当日いたのが10人ってことだったんですよ。感情はあんまりないだろ。私、びっくりしちゃって。ちょ、何年前？私が14歳なんで、今、9年前です。本当に疑問には思ってたんですけど、まあ、そういう時もあるのかな。疑問じゃないよ、それ確実に行く人だって黙ってる。中学生って分かんないかもしれないです。そうなんですよ、判断ができなくて、ステージに出て、まあ、その緊張もあって、うん、そんなこと飛んじゃって、3000人、うん、その、うん、ステージが終わった後に、うん、その社長から、うん、まあ、すごいステージが良かったから、うん、ちょっと帰り車で送ってあげるよって言われたんですよ。うんうん、で、車に乗り込んで、うん、こう家まで、普通はやっぱり中学生っていうのも、あったし、未成年ですし、初めまして、ほぼ初めましてなので、ちゃんと家に返してくれるだろうと思って、まあ、車に乗ったんです。うん、そうだよね、ちょっと、はい、まあ、反省会と言いつつ、どんどんその過去 の、 その恋愛とか、そういう話の流れになっていって、うん、その社長も、いくつぐらいの社長って、社長と18歳ぐらい。いや、そうだったら別にいいですよね。違う、32。後ろ後ろ、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、もう話さんがいいやつやん。給料前に餃子パーティー、パーティーだって。で、二人きりで乗ってって、で、初めはステージの反省会だったんですよ。こういうところはダメだったよ。そうだ、そのイベントの後だもんね。そうです、うん、で、そこからどんどん時間が経つにつれて、うん、恋愛話の方に行って、うん、つくしちゃんは過去どんな男と付き合ってたのとか、うん、なんか初体験はいつなのみたいな、うん、しかもちょいちょいこう触ってくるんですよ。太ももだったんですけど。え、横に座ったの？横です。助手席に座らせて。そうです。普通横に座るのおかしいよね。あんまりないよね。横に座ってって言われたので、まあ、社長なので、ちょっと横に座ろうかな。ちょっと池田さん、こんな感じ変わってる。あ、そうです。ちょいちょい話してこんな感じですか。いや、もうそうだよね。不思議だよ。どんな人と付き合ったりするの？どんな人好きなの？はい、うん、そんな感じ。マジ？動けないんだね。動けないんだね。
やばいな。もうこんな感じ？もうこれぐらいはっきりと？はい。うわ、はっきりと敵に触られて、あれおかしいぞって思ったんですけど。うん、もう分かるよね、中学生。はい。怖くて、うん、動けなくて断れないし、うんまあ、でも家までちょっと返してもらわないとどこか分かんないで車がいてるので、うんうんうん、家 の, あの案内をしてったんですけど、うん、なんかいきなりそれて行ってその私が案内した道じゃない方向に行って、うんうんまあ、こっち右ですって言ったら左行っちゃうみたいな、はいうん、山の方にあの車を走らせて、うん、うわ始まったよで山の方にそれ怖くて、うん、何も違うんですけどって言えなかったんですけど、うん、そのまま黙って。うん、でそしたら山のある程度行った真っ暗な場所でいきなり急停止して、うん、もう一回引くけどあのつくしちゃんってこれからどんな男に初体験を捧ぐって言われて違ったんですよ、はい、ちょっと話になってみたいです大丈夫ですかつくしもう一回聞くよどんな男に初体験を捧げるのそれ何か俺は分かんないみたいな聞きますよ本当言葉出ないでしょ言葉出ない。まあ、でももうさすがに危機を察知したので、うん、あ、お母さんだって山なんていないですよ、うんうん、でもお母さんだってもう出たんですよ、うん、あ車をあそういうこと何もされてはないんだ。はい。でその社長って10年前で30いくつでしょ、はい、こんな感じじゃん。僕だったかもしれないですね、僕。でもそうだったかもしれない。困るな、福祉。まあ嫌いだわ。でもその人が他にそういうことやったりとかして、そういう噂はない。そうなんです。で、プロジェクトを始めた時に自分は逃げれたんですけど、うん、自分の友達が、うん、カラオケに呼ばれて、うん、あるのその社長の、ね、そうです、そうです、うん。すごいぞ、これ闇が深いぞ、これ。深いですね。餃子食っとる場合じゃねえ。はい。これ、ほぼ一人で食べますけど。大丈夫です。で、うん、カラオケボックスに連れてかれて、練習って言って、ちょっと襲われそうになったりとか、やっぱり自分だけじゃなかった。あ、あんな言ってなかったんだ。言ってなかった。怖くて言えなかったっていうのと、うん、親の反対があったりとかで、言えなくて、自分の中に秘めちゃうっていう子もいるので。実際に、だから被害に遭った人もおるの？います。自分が所属してた時は、当時は10人とか11人とかそこにいたんですけど、所属の方が、うん、多分ほぼもう9割ぐらいはもうそれで手出されちゃってる。あと弱みを握られちゃってるっていうのもあるかもしれないです。マジでそうか。親にも言えないし、でも襲われちゃって何か写真撮られてたりとか、そういうのでやっぱ逃げれないとか、うん、じゃあ知らないところでもしかしたらもっと被害大きいかもしれない、ね、大きいかもしれない。そういうことですね。でも警察隊になったんですよ。はい。私もなりたいって言って中学生の女の子たちが何も分からんので、それ事務所社長とか言われたら、やっちゃうよね。すごい今、すごい今でやっちゃうよね。さらっと言いましたね。出ましたね。やっちゃうよね。でも、やっぱ俺たち有名になれると思ったら、安室奈美恵になれるんだと思ったら、中学生の方は絶対世間分かんないですね。分かんないですね。完全にのステージって言われちゃったらそれ信じますし、まあそこしかないよね、はい、頭の中に初めに入って先輩とかがそういうふうに社長とかそういう相手とかになっちゃってると、それが普通なんだって思っちゃうんですよ。世間を知らないからこそ、もう先輩とかがちょっとやってる子もいたんだ、はい、でそれが当たり前なんだ、そういう愛人関係があもう洗脳されてるんですね、そういうのが。俺は愛人事務所作ろうかいい例取れました。いや、これでも動画使っちゃっていいですか？大丈夫ですか？でも、ちょっと、なんか、動画隠しすぎちゃってこの話で持ち切れちゃった。いや、闇です、闇。闇が深いな。はい、今はこのアーティストサポートプランニングの事務所に入って、こうやってジッパーのみくちゃんのイベントに参加して頑張ろうっていうメンバーとか、うん、あと音楽頑張っていこうっていうメンバーに囲まれて、今本当に前を向けて活動。ここは全部カットかな。綺麗な形ですよ。全部カットかな。いい話全部カットかな。悪いです。いい話だから。でもこうやってみんな、でも楽しそうだよね。前回回してもらってね、ちょっと打ち合わせもしました。楽しいです。じゃあ皆さん、ちょっと、まあ、この動画、まあ、イレギュラー撮った動画ですけど、なんかちょっと本当にすごい不思議な話だけど、あるっすかね、男と女だね。今でもたまにニュースありますもんね、そういう事務所の社長がなんかね、女の子に。そうですね。あ、そうですか。じゃあ皆さん、
ちょっと面白い動画になりましたんで、またこれ見てチャンネル登録いいねよろしくお願いします。せーの、また見てね。自分だけそういうやつおるわ。また見てね。ちょっとずらしてポイント上げてもらおうとするやつ。チャンネル登録お願いします。